子供の頃のお年玉どう使ってましたか？あ、これはもう僕明確に答えはあってですね。うちサラリーマン家庭の、まあ、4人兄弟だったんですよ。で、だからそんな裕福じゃないじゃないですか。そういうことは分かってて、で、小学校とか、あと幼稚園の時とかもそうですね、裕福じゃねえんだろうなと思ってて、で、お正月とか親戚のお家とか回るとお年玉もらえるんですけども、まあ、このお年玉って、まあ、母ちゃんにあげた方がいいなと思ったんですよ。母ちゃんにあげて、なんかその生活費の足しとかにしてもらった方がいいなと思ってたんですけど、幼稚園の僕がさ、その母ちゃんにお年玉渡してさ、これ生活費に使ってって言うとさ、これ誰が傷つくかっていうと、親が傷つくじゃないですか。その幼稚園の子供にそうやって気を使わせてしまったっていうことで。で、これは良くないなと思って、どうやったらこう、親を傷つけずにこのお年玉を親に渡せるかなと思って、幼稚園ながらに、あれやこれやと考えてですね、出した結論何かっていうと、母ちゃんこれ預かっといてって言って、お年玉を母ちゃんに預けて、で、返してもらうことを忘れるっていう。わざと忘れるっていうことですね。そうすると、なんていうの、母ちゃんのそのプライドみたいなものを、親のプライドみたいなものを、傷つけずにこの、お年玉渡せるじゃないですか。っていうことで、だからお年玉を使ったこと一回もないですね。子供の頃僕お年玉使ったことないです。ずっとそうです。西野家は、お小遣いも1円ももらったことないし、お年玉も使ったことないですね。でも別に、そんな、じゃあなんか食うもんに困ったわけじゃないんで、別にいいかなと思って、そういうような感じでやってました。結構気遣いの子供だったかもしれないですね。でもみんなそうでしょ。子供の頃なんじゃかんじゃで親に気遣ったりしてたでしょ。まあそんな感じです。大人のプライドがわかる幼稚園児すぎる。そう。それがハングリーさんにつながってるんですかね。あ、でもなんか一つ良かったなと思うのは、これ別に親に感謝とかじゃなくて、親に感謝してますよ。親に感謝はしてるんですけれども、親は別に狙ってそれをやったわけじゃないっていうのはわかるので、別にそこまで過剰に親に感謝したくないんですけど、ただ一つ良かったなと思うのが、子供の頃なんかたくさんなんか友達のさ、お家はなんかいろんなおもちゃとか買ってもらってたんですよ。あとやっぱお小遣いとかあったんでみんな。で、それでいろんなものが手に入ってて、友達ん家行くとなんかいろんなものがあったりして、あ、それいいなと思ったんですよね。レゴがあったりとかさ。で、レゴのなんかすごい、なんか、すごいレゴが、お城のやつがあったり、あ、めっちゃいいなとか思ってたんですけど、うちそんなんないじゃないですか。そうするとですね、もう作らなきゃいけないんですよ。結局。おもちゃがないから、おもちゃを作るところからスタートするんですね。例えば、とか、欲しいものがあったら、欲しいものは、買えないし買ってもらえないから、欲しいものがあるってなったら、この気持ちを紛らわすために、やっぱ作るか書くぐらいしかなかったんですよ。欲しいものを絵に描いて、それで気持ちを紛らわすっていう。例えば、プレステが欲しかったら、プレステを書いて、それで、気持ちを紛らわせるっていうことをやってたんですよ。で、これ、与えられてたら、そんなクリエイティブにはなってなかったんだろうなっていうので、これは結構でもなんか、良かったなと、結果的にすごく良かったなと思いました。だから、むちゃくちゃ定期用だったんで、僕やっぱ小学校の1年生ぐらいから、もう電の子とか電動ドリルとか、ああいったものをむちゃくちゃ駆使して、もう木をすごいいい感じに削って、なんかもうすごかったですよ。DIY が。あとさ、なんか、田舎だったんで、山と川があるとこなんで、川西っていうとこなんですけど。で、そこでツリーハウスみたいなこと、小学校の時作ってたんですけど、その、小学生が作るツリーハウスにしたらクオリティ高すぎるだろうっていう。そんな感じでした。でもそれはやっぱ与えられなかったから、作るしかなかったっていうのはすごく、いい環境だったんだろうなと思いますね。自分は、結婚する予定もありませんし、子供を産む予定もないんですけど、もしね、いつか自分が結婚して子供が生まれたら、なんか同じような環境にしたいなと思いますね。なんか、あんまり与えちゃうと、なんか想像を奪っちゃうんだろうなとは思うんで、与えるにしてもその想像が、加速するようなものを与えたいなとは思います。だから完成しているものを与えてしまうと、想像しなくなっちゃうんで、なんか、どっちかっていうと道具を与えた方がいいんだろうなと思いますね。ノコギリとか、ドリルとか、道具を与えた方が、まあ、鉛筆とかさ、画用紙とか、紙、スケッチブックとか、道具を与えた方がまあいいんだろうなと思いますね。まあ、そんな感じです。子供の時は、なんとなくそんなやつでした。